パルラーダ、パルオーダ、パルラダ、パラーダは、ロシア帝国海軍のジアーナ級防護巡洋艦である。旅順行為戦で、日本海軍に露獲され、二等巡洋艦、津軽として、最終駅した。パルラーダは、ロシア太平洋艦隊の一艦として、日露戦争に従軍するも、旅順行為戦で沈没。旅順要塞陥落時に、日本軍によって捕獲。不要修理後。 大日本帝国海軍に編入され、軍艦、津軽と命名。正式な類別は二等巡洋艦。津軽は日本海軍艦艇として活動。1922年4月1日付で、不設艦に類別変更。翌年5月27日、自沈処分。ロシア海軍時代の艦名、パルラーダは、ローマ神話の知恵の女神、パラスのロシア語読みである。日本海軍時代の 津軽の艦名は津軽海峡による。なお、明治天皇に相門した候補艦名に、函館、春駒及び、名こそがあった。この艦名は、日本海軍及び海上自衛隊の施設艦に引き継がれた。1899年8月28日、浸水。1901年11月2日、サンクトペテルブルクのガレールヌイオストロボーク、造船所にて竣工。 バルト艦隊に編入。1903年5月、旅順港に到着。1904年2月6日、日露戦争海戦。旅順を基地に数回出勤。8月10日、航海海戦に参加。12月9日、旅順港内で、日本陸軍機下の28センチメートル榴弾砲の局射砲撃により着艇。1905年1月1日。 旅巡航海上により、同航を占領した日本軍により捕獲。7月4日、日本海軍は、本艦の不要作業に着手する。8月12日、不要成功。8月22日、日本海軍席に編入。軍艦、津軽となる。二等巡洋艦に類別。佐世保鎮守布席。1906年6月25日、津軽は、 解剖艦鎮炎に栄光され、駆逐艦夕暮れ護衛下で旅順出発。6月29日、三隻は佐世保に到着。1908年、修理完了。1911年以降、機関術訓練艦として使用される。1914年には第一次世界大戦に従軍。1915年から1918年に大改修。 同時に不設艦に改造。1920年4月1日、日本海軍は3隻を不設艦に類別する。1922年4月1日、艦席を除籍。各艦とともに、艦艇類別等級表からも削除。本艦は雑役戦となる。1924年3月18日、横須賀陳府司令長官、堀内三郎中将は、 本艦の沈没処理を上進、受理される。敗戦後の5月27日、佐島付近で津軽は自沈処分となった。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。津軽撃沈から2年後の1926年に海底に沈んだ破片類が創業の邪魔になると漁業組合が 横須賀鎮守府に訴えたため鎮守府は津軽の艦隊を横須賀市に払い下げている。その後1932年に日本潜水協会が横須賀市に対して艦隊引き上げのための優勝払い下げを出願し、7月1日の市議会会議で潜水協会への津軽艦隊の払い下げが決定する。だが、この議決をめぐって横須賀市議9名が 潜水協会からの贈収賄を受けており、翌月に横浜県事局が贈収賄の摘発を行った津軽疑獄事件が発生した。ありがとうございます。